はい、皆さんこんにちは。 MK の Q チャンネル、マサです。本日もよろしくお願いいたします。プロ野球12球団レジェンドたちの3年間、日本ハムファイターズ新庄剛志編、本日は第10話お送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。前回第9話で神宮大会とスカウトの方をやっていったというところで、神宮大会決勝は、剛速球顔面威圧感の1年生ハマーが好投し、神宮大会は、そこまで競ることなく優勝をつかむことができたというところでしたね。で、スカウトの方はね、全国優勝の森くんといい選手も取りつつ、パッとしないところもあったんですけども、次の新入生に期待したいところではあります。そしてですね、いつも冒頭の方にお伝えさせてもらってるんですけども、こちら MK の休日栄冠9の方は週3回、ショート動画にあってはほぼ毎日投稿させていただきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速、本日は春の甲子園からというところで、新庄世代、新庄が1年生から入部してからはもう無敗で来ているということで、今回も春の甲子園しっかり勝っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきましょう。はい、それではですね、もう抽選会が終わってというところで、1回戦の相手はちょっと真岡高校、新岡高校、ちょっと読み方はわからないんですけども、前評判は B ということで、しっかりやっていきたいなと思います。それでは早速もう試合前まで突入していきたいと思います。甲子園の品は、スケジュール変更手帳をやったというので、なかなかね、金徳は今のところもらえてないというところなんですけども、はい、服部先生も調子抜群で、佐々木、ハマーもノリノリというところで、オーダーだけ、軽く見ていきたいと思います。1番は盗塁 B、走塁 B、パワーヒッターも持ってる、走れる中里、2番が、ごめんなさい、ライト日高、内野安打、対ストレートもあるということで出塁率もかなり高い、今のところ5割1分6厘。3番がレジェンドの新庄、オール A でここからオール S を目指していくというところになっています。で、4番が1年生ベンちゃんこと和田選手、ホームランも8本放ってということで、この春の甲子園も期待したいと思います。そしてセカンドが新庄世代のエース、新庄と池田でオール S を目指すというところで、池田もかなりの能力、オール S は確実にいけるんじゃないかなと思います。そしてプルヒッター流し打ち、カットマンのみっちゃん、そしてショートは高橋、そしてキャッチャー B の平井、そしてエースが服部、これね、合宿でクイック B、キレ丸、キレ丸は違うんですけども、クイック B、重い球、対強打者丸、この3つを取ってきたと、合宿で服部先生がめちゃくちゃ優秀な特能をいっぱい持ってきてくれたというところで、エースをやってるんですけども、なんといっても球速がもう162キロ、スタミナは F なんですけども、剛速球顔面威圧感のハマーが春の甲子園でも暴れてくれたらなと思いますんで、早速甲子園の方をやっていきたいと思います。それでは早速1回戦入っていきましょう。はい、1回戦、平井、三井、服部ということで、ここをみっちゃんでいこうか、カットマンで。さあ、調子次第なんですけど、ハマー不調、普通ですね。ただ、そうですね、じゃあ服部でいこうか、やっぱりね。はい、でみっちゃんを2番にしてということで、このレギュラー戦でいきたいと思います。はい、1回戦やっていきましょう。さあ、なんて読むんかな。一塁側福岡代表西の横綱福岡、はい、三塁側栃木代表モーカ、憧れのモーカ、モーカって読むの、初めて聞く名前ですね。多分どっかの地名で多分あるんでしょうね。だいたいこれね、地名から取ってきてると思うんで、相手はピッチャーしかも1年生やった。ただここみっちゃんがね、ちょっとレギュラー入ってから全然打たないんですよね。新庄が打つ、しかしここで
先に先制されましたね。早いとこ追いつきたい。ピッチャーそんな大したことないんでね、これちゃんと 1,2 番が出ないとうちなかなか機能しにくいんですけど、そのままベースを踏んでアウト。ちょっと全然ね打ってないんでね。さあこれ新庄エラーで出る。ベンちゃん、さあ一発甲子園で打ってほしいが、ここはこれでワンアウト打てない。でそして二塁で池田、まずは同点しっかり追いついていきたいですね。さあここからちょっと1回戦からなんですけども、ちょっと流れ悪いですね。さあ日高、まあ、本来であれば日高が2番なんですけども、ちょっとみっちゃんをやってる加減でなんですけど、ここは新庄は、いやー無理か、走塁 B なんですけど新庄でも無理と。さあただ日高は走れる。ここで地味に活躍してくれる高橋がしっかり打ってほしい。さあいけるか、いやー打たない。ちょっと厳しいな、まあ、10番までにはしっかり追いついてほしいんですけど、今んとこねなかなかいけてないというところで、まず服部なんですけど、平井が出るんですけど、ここは走れないんで、ここしっかり送っていきましょう。はい、ナイス、うまい、走れ、アウト。さあ、2アウト、ワンアウト、ランナー三塁、ここ中里、しっかり打っていこう。スクイズでもいいんですけど、ここは打たしていきたいと思います。1点差なんでね、まだ。打てるぞ。そう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 、ナイスバッティング。ただこれは犠牲フライかな。はい、オッケー。まずはしっかり同点に追いついたと。さあみっちゃんちょっと引っ張ろうか。引っ張り7やし、いく。引っ張ろうかというところで、強振のみっちゃんがレフトスタンド上段に叩き込む。ただ服部がまたピンチ迎える。まあ内容的にはそんなに悪くないんですけど、なぜか今日は打撃があんまり赴かないと。ちょっと待って、お前まさか、ちょっとタイム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 、お前まさかまさかまさかのカットマンやんけお前。はい、カットマンはこうなるんよお前。カットマンだけはねちょっと許せないんですよね。ここはいやちょっと待って、やばい、マジか、マジでここで逆転スリーラン打たれる。いやちょっと待って、いやかなりきつい。いやまさかの逆転スリーラン、え服部先生が打たれる。いやオッケーオッケー、いいでしょう。ただ2点差なんでしっかり追いついていきたいんですけど、うちは、まあ、魔物が禁止なんで早めに追いつきたいですね。ただ全然打てそうなピッチャーなんですけどね相手。いや走れ、オッケーオッケー、ナイス。いや一瞬落とすんかな思ったわ。いや全然打たない。さあここはクセモノ使う、まず走る、中里セーフ。さあここ逆に次は流し打ち、いい、惜しい、一発打ってくれ三井。 OK いいよ。いや1点返そう、まずナイスバッティング。いやいいねみっちゃん。いやこれで1点差。三井タイムリーツーベース、福岡なおもチャンスが続く。さあこれジョックロックかかる。新庄今日はここまで新庄1安打1三振。いや転がすより流し打ち、いやこれ落ちるんちゃう、ナイス。さあ新庄はセカンドまでいける。いやナイスバッティング。さらにジョックロックかかる場面で、和田ベンちゃんがセンター返し、
一発打ってこい。二塁タッチはセーフ。いけるぞベン。低めボールが うまい。取れない。オッケー。新庄が超高走塁を見せる。いやこれはかなりの高走塁でしょう。この打球でちょっとライトがもたもたしている間に新庄が帰ってくる。さあピッチャーノックアウトする。さあここでさらに池田。ちょっと待ってタイム。ああでももうツーストライクか。ちょっとダイソー出そうと思ったんですけどツーストライクやからもうやめます。打てる。これはどう落ちる。落ちる。あーベンちゃん帰ってこい。いやいやいやサードランサードコーチはめちゃめちゃ腕回してたけども絶対それのタイミングだったらアウトやろ。これいつもサードコーチはめちゃめちゃ腕回すんですけど絶対アウトのタイミングで回してるんですよ。これ直した方がいいよ。さあ日高オッケーナイスバッティング。いやここでやっとうちの打線が爆発する。さあ一挙5点。高橋今日打ってないな。でもねなんかもう安心パックみたいになると高橋打ち出すんです。ただ今日は打たない。まあしょうがないでしょう。3アウトチェンジ。7回の宇田川。さあここでピッチャー交代。まずは佐々木行きましょう。さあここは佐々木もね結構意外とあんまり打たれてなくて変化球もビタビタなんで結構ねいいピッチングしてるんですよね。まだ自責点ないと。まあまあ1イニングぐらいしか投げてないんですけどしっかり抑えてくれてる。はい、ここもしっかり抑える。アウト。3アウトチェンジ。さあなぜか佐々木が出るとヒット打つと。ここはただ佐々木のところに代打、ごめんなさい、ダイソー矢口です。矢口っちゃうんでね盗みにかかります。これは楽々セーフ。ここで中里は気合のセーフティーいけるんじゃない。これうまい。中里セーフ。記録はヒット。そしてここは中里は盗塁マスター走る。二塁セーフ福岡。さあここでみっちゃん今日大活躍。活躍しないしない言うてたらやっとみっちゃんが活躍してくれるが、ここでみっちゃんがカットマン出すんですけどここは心の間に1点。そしてまあなんと言ってもいい場面で打ってくれた新庄ですね。やっぱりね勝負強いですよね新庄は。そうナイス。ここでも打ってくれると。さあここベンちゃん強振で打ってこい一発。アメリカンシンフォニーが球場に流れる。はいです。中継。さあビンちゃんはもう足遅いんで。ここがダイソーです。金子行こうか。まあ、結構ねうちのチーム走れる選手1年生多くなってきたんでかなり有望ですね。さあ池田お前も一発打ってこい。あーここはダメね。オッケーオッケー。さあ最終回ここハマー出していきます。さあいよいよ最初。さあ剛速球ハマーが出るところでただサードが、中山行きましょう。さあここはさあ持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか。さあ速球160。ドンピシャマジか。ハマちゃんまさかのいきなり初球打たれる。いやここは高橋が守ってくれる。ちょっとハマどうした。いやハマ今打たれた瞬間迷走してたよね。いやちょっと待って。さあまだ4点差あるんですけど。バッターはトップに帰って西山今日はここまで褒めまくろうか。調子上げて球速を上げていくと。やっぱり甲子園では通用しないのかハマーの直球は。
どうなんだ、ここあゲッツーで終わっちゃう、あセーフね、オッケーオッケー。まあでもね、高橋送球 B なんですけどね、送球ミスる、まあここで一応守備を変えていきたいと思います。さあ最終回お任せ、160キロ、はいナイス、はいゲームセット。まあ1点ちょっと確定弾打たれたんですけども、なんとか初戦突破。はい、というところでちょっと服部がいきなり逆転スリーラン打たれたのはびっくりしたんですけども、まあ、終盤ね、集中打で逆転できたというところで、まあ、とりあえずは初戦突破できたというところなんですね。まあ服部に一発とか赤徳は来てない、ハマーにも来てないというところで、まあ、なんとか初戦突破できたというところですね。はい、というところで2回戦入っていきたいと思います。またこれなんて読むかなちょっとわからないんですけど、前評判は C というところで早速やっていきたいと思います。まあ、次はねちょっと楽に勝ちたいんですけどね、池田、日高、みっちゃんと、ここ日高でいきましょうか。さあここ服部とハマーが普通なんで、1回ちょっとハマー行こうか。でレギュラー野手はレギュラー陣このままでしっかりと、まあ、ハマーを援護してほしい。大会5日目甲子園大会、対戦相手が全員2年生なんで、一塁側山形代表あくみ、あくみ、あくみって読むんだこれ。さあそして中里がいきなりホームランで先制してくれる。安打製造機日高マウンド上は、あまあでも変化球はそこそこいっぱいあって、あさっきのチームより下手し強いかもしれないと、まあ、投手力総合的にもそこそこ強いチームというところで、まあうちのハマーがどこまで抑えれるかが焦点にはなってきますね。レフトバック取りました、これでワンアウトランナーはありません。ここでしっかり点を重ねてほしいところです。まあ、まずは初回、まあ、ヒット打たれながらもハマーがしっかり抑えてくれてると。ただね、ハマースタミナ F なんですよね。まあ、キャッチャー B の平井が1年生にいてくれてるんで、多少はスタミナ消費抑えてくれてるとは思うんですけど、いかんせん F なんでね、普通パワープロとかで試合しとって F やったらすぐバテるでしょ。だから要はね、これスタミナ F とかで普通に7回まで普通に投げてくれるんで、これスタミナいらん説出るでしょ。はい、まあここでしっかり平井が打ってくれると。さあハマー、もうお前は自由に打ってこい、顔面やつかね。 OK よ、ツーアウトランナー三塁に変わります。怖いな、打席に立ってても怖い。打てるか、あ三振、4回の表が、なんか面白いな、ベンチに帰ってくる姿。さあただ4回まで無失点で抑えてくれると。いやこういうねいいピッチングするからハマーを使いたくなるんですよね。でも能力的にはただただ速球が速いだけで変化球も全然投げれないんで、めちゃめちゃしょぼいんですけどね。日高がもう無難にめちゃくちゃ打ってくれるんで、さあここで5回を無失点で一応勝ち投手の権利を得たんですけど、まだ投げさせます。さあ相手も110球投げてると。あここはねそれは打てないわ、足おっそ全然出てこんやん、ちゃんと走っとったやな。さあここで初めてピンチ回ってくると。ここで一回褒めまくるプラス励ます、これでもうねちょっとパワーアップしていけるんじゃないでしょうか。内角ビタビタに攻めてこい、最悪ね、次の、いやちょっと待って、走れ、取れるか、取れる、ナイス、日高肩いい、ゲットなるか、あーこれは無理ね、オッケーオッケー、これでワンアウト。バックが盛り立てる、直球中心でゲッツーで内角ビタビタ、重い球ぐらいねちょっと持ってきてほしいレベルですよね。はい三振、いやいいないいな、魅力的、こういうストレートのピッチャーっていいよ、全力ストレート。さあここも抑える、ナイス、
チェンジ。やっぱりピッチャーってね、球速いのロマンありますよね。滝口。はい、そして今日、3打数2安打の日高、まあ、ここも1本しっかり出て上位打線、ああ惜しいな、上位打線につなげていきたいというところやったんですけど、いやここでホームラン打たれて1点差なんですけど、ベンちゃんが同じ1年生を助けるホームランというところで池田は走れない。さあ持ち前のクセモノぶりを、みっちゃんが甲子園来てから絶好調。ちょっとね、秋の神宮とかね調子悪かったんで、ちょっとレギュラー危ないねみたいな話しとったんですけど、ここに来てねしっかり抑えてくれるようなピッチングしてくれてます。そしてですね、ここハマーが8回まで1失点の好投してると。いや惜しいな、これもう一人ランナー出てしまったらちょっと服部にスイッチしてもいいかなとは思うんですけど、ベンちゃんいけるか、肩はいいけどアウト、ナイス。さあここはしっかり抑えていきたい。まだね123球投げてるんですけど、160キロ出てますね、ベンちゃん。さあここで中里が2塁打で出る、ここチャンスしっかり日高が打ったらベンちゃん、ベンちゃんちゃうわ、あーこれ無理か、いや早いけど日高早いけど、ランナー出したら服部先輩の問題ね。いいよ、 V スライダー141キロ、オッケー、まずは高橋、これでワンアウト、ランナーがワンアウト。いや1年生よこれ、なかなかやるでしょ。さあこれ取れる、オッケー、ナイス、2アウト。さあ今回の試合あんまり代打とか出してないんで、控え選手を出す機会がなかったんで、ここでちょっと総替えしていきたいと思います。もうねここまで来たらあと1人なん でもしランナー出したらすぐ服部先輩に交代、まあ、1点差になるかそんな感じでやっていきたいと思います。はい、2ストライク、うん、いいね、158、いいよ、 V スライダー、よいしょ、いい、159キロで2奪三振、浜の関東勝利。はい、まあね1本ホームランを打たれたんですけど、浜が9回1失点の関東勝利を見せてくれたと。いや素晴らしいピッチングでしたね。いやなんか持ってこい、いや持ってこない、ミートがちょっと上がる、なんで打ってないやろっていうところで、いやいい感じになってきましたね。はい、それではですね次準々決勝、あ宮若、前評判 C ということで、ここも C 行きましたね。いやラッキーラッキー、このまま行きましょう、勢いのままに。さあどっちが調子いいかな、服部先生と。ここはもう一回日高で行こうか、ちょっとノリに乗ってるんでね。服部先生普通、さあ浜どうだろう、浜も普通か、いや浜行こうか、浜行こう。いやこの能力でよう頑張ってるでしょ、 V スレーダー2のシュート1、それで甲子園高騰してると。だから皆さんこの能力でも甲子園頑張ったら勝てるということですよね。まあ相手前評判 C ですけどね。はい、うちは先行やというところでしっかり頑張ってやっていきましょう。さあ注目選手は日高ということなのでしっかり塁出てほしい。あ負け運ある、ただちょっと強いな、キレ丸クイック B、まあ、負け運があるからそこまであれなんです。いやちょっと投手力強いな、これは投手戦になるのか。うーん送球ずれる、いややっぱり送球やっぱエラー多くなったよね。先制できない、ただうちのハマーが、いやちょっと待って、ここでスリーラン打たれる、いやちょっときついなこれ、ハマーよ。いやーちょっとランナー貯めてのスリーランは大きいな。ちょっとねホームランは確かに打たれる癖あったんですけども、ここで打たれちゃう、まあ、とりあえず今の初ヒットなの、うち全然打ってないやん。ちょっと相手ピッチャーいいから
ちょっともしかしたら苦戦するかもしれないんで、しっかりつないでいこう。だから三塁コーチャー腕を回すな。新庄ナイスバッティングで、ここはキャッチャーの肩ちょっと一回見ようか。根岸 C か。いや、いけるな。行こう、勝負行こう。はい、ホーム帰ってくる。ナイス。いや、日高ナイス走塁。ここベンちゃんしっかりつなごう。逆方向に進塁打でもいい。そう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 、いいよ。もう軽快な守備を見せました。さあここでチャンスで池田。池田はチャンス C なんでしっかり転がせで1点返そう。 まずは1点差。そうナイス。ただ池ちゃんはちょっと走れないんで、さらに1点を返しました。いや盗塁、ここでみっちゃんがホームラン、高橋もホームラン。いやいいですね、つながりがいい。平井が出て、しかもハマーがちゃんと送るというところで、この回一挙逆転。いやハマーを援護する打線。いやちょっともうハマー変えんとなと思った僕が悪かったですね。打線がみんなハマーを応援する、ハマーもそれに応えると。さピッチャー変わってる。あーまあ確かに悪くないピッチャーですね。さあこれは、OK、しょうがない。いやここでピンチ迎える。さあ1点は覚悟するけども、しっかり抑えていこう。打たれたら OK。 これはちょっと微妙やな。なる、思いっきし投げろ。セーフ、しょうがない。1点差。さあハマーがしっかりここは抑えてくれるけど、ここでツーベース打たれる。ここでいやもうこの回も行こうか。ハマーいけるか。ちょっとバテバテになったら変えますわ。もう追いつかれてもいい。あーきついな。やっぱり OK、 よく頑張ったハマー。交代、佐々木行こうか。浜降板、マウンド上は絶好調の佐々木で、もう1点も上げないピッチングいけるか。お前が好リリーフいつもしてきてくれた。これはホームいける。ナイス。そうそうそう、福岡なおもピンチが続きます。いいよ、バッターは代打。代打来る。いや代打はちょっと怖いんよ。打つからね、代打出てくるやつは大概。 OK ナイス。落下点で構えます。これはしっかり取ると、ツーアウト。これでツーアウト、ランナー。いやここでカキーンとかやってスリーラン打たれるのやめてや、ほんま。いや佐々木いいよ、あんまり出る幕ないかなと思ったけど、ここ押さえてくれたら優秀。危ない、優秀よ、ここ押さえたら。ナイス。佐々木が、おい、記録はセカンドのエラー、セカンドのエラーです。ここまで2安打。ちょっと待てよ池田、それはダメやろ。でもね池田ね、送球いいなんですよ。だからもうちょっとしょうがない、それは攻めれんわ。さあ途中ストライク、オッケー、オッケー、中里、オッケー、ナイス。佐々木がチームを救う。そして中里二塁で打つ、二塁打打つ。そしてここは威圧感出しての日高、チャンス広げよう。タッチはセーフ、二塁はセーフ。打ちました、ピッチャーが。いや打つ、これ帰ってこい。オッケーオッケー、そうそうそう、一回止まるなよマジで。福岡1点入りました。オッケーオッケー、1点差。そういう時にサードコーチは回すんやで、お前。さあまず日高が走る。究極の思考が今、新庄はチャンス B。 ここは1本出ない。 OKOK、 スリーアウトチェンジ、7回の表。さあ佐々木がしっかりと抑えてくれる。そして4番ベンちゃんが出たところで、ここはダイソー矢口走る。これは悠々成功、盗塁成功です。これさらにファイト使う。昔打ち追加点欲しい。
三振。ただみっちゃん今日ホームラン打ってる。いやちょっと引っ張り屋のみっちゃん行こうか。一発打ってこい。いいぞ。あー歓声がいい。オッケー、ナイスバッティング。抜ける。さあセカンド行ける。みっちゃんナイス、いいとこで打つ。これで今日はワンアウトランナー二塁という。さあ今日もう一人ホームラン打ってる高橋。さあ打てるぞ。低めボール球打った。高橋は打てない。アウト。これでツーアウト。さあ平井。いやいいバッティングやけども、落とす。ラッキーパンチ。OKOK。 なんか今日エラー多いな。ここで代打和田行こうか。ピンチヒッター和田。さあもう一人の和田。さあ持ち前のクセモノぶりを発揮。さあ行ってこい広志。これは内野ゴロ。走れ一塁送球。ああこれは無理ね。 OKOK いいでしょう。スリーアウトチェンジ。これ2点取って4点差になったところで、服部先生を出すと。でサードは中山守備固め。ただ服部先生がランナー出してしまう。ここはね服部先生、安定の服部先生なんでしっかり抑えてほしい。バッターは2年生二宮。タッチはセーフ。さあここは無失点で切り抜けたい。はいナイス。中澤一塁キャンバス踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。宮若ファーストランナー残塁。8回までが終了しまして。いやいいですね、この中里が先頭ランナーで出てくれることによって、はい自動盗塁できるんで中里の存在はかなりでかい。二塁送球はどうだ。盗塁セーフ、セーフ。ランナーが二塁に進んだ。さあここ日高は送るついでのセーフティーバンド。はい、いやこれ本当に多分ねアップデートしてからめちゃくちゃ大なったよ。新庄転がせで、やっぱりね内野安打ついてるからやっぱ転がせが比較的支持的に多くなるんですよ、ね、先ほどから途中出場している中山。さあお祭り男の本領発揮。さあ中山、中山はねほとんど守備固め、ベンチャーの守備固めで出てるんでほとんどね打席立つことないんですけど。さあ強振で引っ張ってこい。あちょっと待って流そうか。そうだね流そう。来ました。これは走ってのまた。あーオッケーオッケー、これはアウトね。宮坂。さあ最終回しっかり服部先生が抑えてくれると。さあ2ストライク。来ました。はいセンターフライ飛距離は出ていません。センター前にまず新庄がガッツリ掴んでワンアウト。これでワンアウトランナーはありません。代打は。さあここはねしっかり3人できっちり抑えて次に励みをつけたい。さあ池田が抑える。さあこれ2アウトになったんで守備を変えていきたいと思います。はい、これで全員出たと。いやーちょっとね最初スリーラン打たれた時はどうなるかと思いましたけど、まあ、ちょっとねやっと打線が結構ね復調してきてくれたんで、まあ、なんとかね逆転できて、で最終的には、まあ、佐々木がしっかり抑えてくれての、まあ、服部先生で抑えるということで準々決勝突破。はい、というところでハマーが4失点したんですけども最終的には勝ち投手というところで、まあ、相手にねちょっとホームラン打たれたんですけどみっちゃん高橋も打ち返したというところで一挙5点で逆転してくれました。ハマー、あーよかったよかった。ハマーねこれでなんか、まあ、一発とかついたら嫌やったんですけどよかったです。はい、というところで次準決勝やっていきたいと思います。対戦相手、あー来た銀座大付属前評判 A というところで、
銀座大付属は神宮の準決勝でやってて7対0でコールド勝ちしてるんですけども、まあね、さっきはコールド勝ちできたんですけども、今回はいかにというところですね。いや、銀座大付属と当たりすぎでしょ。まあ、注目選手はもちろん新庄でやっていきたいと思います。服部先生好調、ハマー絶好調、ここハマーでしょう。皆さん、やっぱりここはね、絶好調ハマーがどこまで抑えれるかというところで、スタメンはこのままでやっていきましょう。いや、もう何歩見てもようこの能力で抑えるなというところはあるんですけども、うちのハマーがどれだけ投げれるかに、期待していただきたいと思います。はい、早速銀座大付属とやっていきましょう。うちは高校やと。さあ、まず初回からしっかりハマーが抑えてくれると。そして相手はエース、あ、そうですね、こういうピッチャーでしたね。変化球がビタビタにあって、コントロールとスタミナがあんまない。いや、なんかちょっと強なってない？あ、変わらんか。まあ、とりあえず前回は7得点そして服部が、まあ、ほぼほぼ抑えたというところで、まあ、対象したんですけども、まあ、あれからね、あれが11月やったんで、それ以降またホームラン打たれる。ちょっとよう打たれるな、ホームラン一発持ってくるんじゃう。さあ、新庄打ってくれよ。まあ、これで負けたら、あのハマーを使った僕の、あの監督の負け、あの監督の采配ミスなんで。さあ、ここでもうハマーは代打です。もう無理です。よく頑張りました。さあ、ここ全員右なんですけども、山本で行こう。バッターは代打山本。そしてここはチャンスを上げての送りバントで、うまい、一挙いいでしょう。さあ、ワンアウトランナー2、3塁、ここで中里しっかり流そう。打てるか。さあ、ここはしっかり打っていきたい。1点でも返したい。 OK。 うわー、どんだけこのゲーム、ちょっとね、多分アップデートして絶対変わったわ。やけど変えすぎ、悪くなりすぎ。ちょっと待って、ショート見ようか。ショート、あー、でもショート送球いいやし、あの調子終わっとるし、風邪ひいとるし、そりゃそうなるわな。まあ、ラッキー運も実力、ここも送球、そんなことある。さあ、ここは日高一打同点。いいよ、オッケー、ナイス。日高が逆転のスリラーホームラン。いや、見せてくれるこの男、逆転スリラー。そして新庄、さあ、ここ引っ張り5なんで、もう引っ張りでいきましょう。いや、なんかね、ハマーが5回まで3失点で投げ切ったのを応援するように打撃陣が勝ち投手をつけさせてあげたいという思いが伝わってきますね。さあ、和田ベンちゃんにもホームランが出たと。そしてみっちゃんも打つけど、これはアウト。さあ、ここはそうやね、まず佐々木行こうか。抑えるんよ、佐々木も。ちょっとね、佐々木も、あ、違う、逆やったわ、ごめん、佐々木全然抑えてない。さあ、持ち前の癖も登りを。ただね、佐々木はね、でも絶対ね、ピンチでもちゃんと抑える。うちの安定ピッチャー佐々木なんで。はい、これはベンちゃんいけるか。はい、 OK、 ツーアウト。ちょっとね、うちサードだけ穴なんでね、ミスター、危ない。さあ、酒井は風邪ひいてるんで大丈夫と思ったら打たれる。レフトバックホーム、銀座1点返しました。さあ、1点差、初めて失点しましたね。まあまあ、いずれかはするんでしょう。
いやちょっと待って、追いつかれる、うん、やっぱり服部の方が良かった。ただここはもう佐々木に任せます。これは新庄は取れる、ナイスビッグプレイ。さあここで5対5に追いつかれたんですけども、まあ、うちはねやっぱ王者の風格があるので、追いつかれたとて焦ることない。そしてジョックロックかかる、そして先ほど確定弾の日高三振、そして新庄いいよ、切れていきます、ファール、いいよ。ちょっとねハマーの勝ちはなくなってしまったんですけど、ここで新庄がしっかりつなぐと、さあワンアウト一三塁でベンちゃん、相手のキャッチャーはあーちょっと走るのはきつい。さあベンちゃん一発打ってこい、いやー打球強いけどこれ犠牲フライ、オッケーオッケー勝ち越し、ここで勝ち越しました6対5。バッターは2年生池田、ここで池田ファイト使う、初球打った、うーんこれは打ち上げる、宇宙間へ持っていきましたがライト落下点に入りました、掴んでこれで3アウトになります。7回目、さあまあ1点勝ち越したんですけども、まあ、ここでまたランナー出したところでもうちょっと限界ですね。ここで服部先生いきます。でここしっかり抑えてほしいんで、エクセモノ使ってはい、これはゲット取れるぞ、 OK、 はいナイス、また打たれる、ちょっと打たれるの多いな、まあ、ただねこうやってねあのランナーを出しながら抑えるのが服部先生の醍醐味なんで。はいナイス、おお危ない危ない、さあ1点差なんで、できたらこの回にもう1点取っていきたいんですけども、持ち前の熱血が力を発揮する、高橋はあ走れない、ちょっとショートが他のやついないんでこのままで、これでツーアウト、バッターも K さんしかいないんで、タッチセーフ、オッケーナイス、あーただここはアウト、さあ最終回ちょっと褒めまくってノリノリにはしときます。さあここは本来であればいつも2ストライクにしたら、2ストライクじゃ2アウトになったら、うわこれは取れないか、守備を固めて変えていきたいんですけど、ちょっと1点差なんで勝つ、しかもちょっとピンチなんでこのままちょっといきたいと思います。 OK、 ただこれいけるか、サードレーザービーム無理ね、 OK、 これで刺せたことないよね。さこれちょっと1点あげれない、たださっきタイムリー打ってる、いやーサッカー打つな、風邪ひいとんちゃうんかい。いや打たれる、ちょっと待ってやばいな、 OK いける、させるぞ、いやちょっと待ってこれかなりやばい、いやとりあえずこれ1点取られた、きついきついな、ちょっと待って甲子園決勝みたいになってる、前のマジでこんなことある、服部先生絶好調やで、いやちょっと相手強いんかな、いやこれちょっとゲッツーは無理やな、ファーストは OKOK いける、いやちょっとね焦るね、さっきまで、うわちょっと待ってきっつい、レフトバックホーム2点差やばい、橘タイムリー、福岡直もピン
いやどうした先生、初球を打ちました。お危ない。これで3アウト。9回のこれただ8対6福岡2点をリードされていますヒット18本打たれてるからね。さあここは守備福岡、さあうちは魔物禁止なんでこのまま行きます。まずは中里がしっかり塁に出よう。いけるか、走れ、うおーセーフ。まず来てる、魔物使ってないよ。さあここでまず走る、セーフ、オッケー。さあここはちょっとセーフティーかけでいこうか。どう相手が、いやちょっと守備強いけどな、いけるか、うまい、走れ、完璧。さあここで日高が走る、セーフ。そしてここでジョックロックかかる。これね引っ張り5なんで信じましょう、新庄を信じましょう。いやこれ落ちるんじゃない、落ちる、弾く、はい同点。いやまさかの追いつく。そしてベンちゃん打つ、落ちる、新庄も走る、そしてこれダイソー、ヤグローか。さあヤグルが走る、二塁セーフ、福岡重要な場面で。とさあジョックロックが最高潮になってくる。そして逆境丸、流し打ちの池田打つ、はい犠牲フライ、さよなら勝ち。やぶな、なんとか勝ちましたね。いやうちの自慢の投手陣がハマーも打たれるし佐々木も打たれるし服部も打たれるしというところで第5戦やったんですけども、やっぱり上位打線がやっぱ強いね、まあ、エラーもあったんですけどもよく逆転してくれました。最終回いや素晴らしかった、ナイスゲーム。あーよかったよかった、ピッチャーに青徳が今し日高が広角打法を持ってくると、いや素晴らしい、確定弾ありましたしね。いや日高超ノリノリ、それはもうめちゃくちゃ優秀。はい、というところで最後決勝や見ていきましょう。対戦相手は、はい、府中北、あこれ多分広島やね、多分府中北ってよく広島で見てるんで前評判は B というところで、まあ、早速決勝やっていきたいと思います。さあ注目選手は三井、池田、新庄、ここは新庄でまた行きたいと思います。いや新庄も最あの執念のねヒット、いや好調な選手が多いな。ハマーで行っていいかな、ハマーで行っていいですか、ちょっとハマーでこの春は締めたいと思います。まあ、佐々木がね、あの佐々木じゃない、服部がね絶好調なんでいつでも変われるような準備でやっていきたいと思います。はい、広島の府中来たということで、うちは裏なんで、まあ、しっかりねハマーが抑えてくれたらいいかなと思います。 OK、 初回は抑えるんよ。そして広角打法に持ってきた日高が早速打つと、 OK、 OK、さっきの銀座大付属よりかはまあ全然弱いと。いや新庄がねやっぱりこう大きいのはそこまで打たないんですけど、やっぱりチャンス強い、そして執念の打撃を見せてくれると。さあここもヒット打ってベンちゃんがホームランで早速3点取る、ハマーを援護すると。そしてハマーがまずは3回まではしっかりゼロで抑えてくれてる、うん、ちょっと内野安打ありすぎていつも転がせが7なんでちょっとセンター返しでいきます。さあここは打ちたいところ、いやこれ内野安打あるんじゃない、内野安打ある。さあここはうん OK、 1点返されるも池田がホームランで4対1。ここ高橋でも早速チャンス広げてセーフティー、はいチャンス広げていく、どんどん
そして平井、ここは転がせで打たせる。切れていきます。ファール。さあいけるか。三振。さあハマーが打てるかどうかなんですけど、引っ張ってこい。打つ。抜けた。ナイスハマー。福岡さらに1点追加、5対1。さあここで自分で援護する。そしてハマーがしっかり抑えると。福岡。さあこれ日高がランナー出てる。走る。セーフ。ランナーが1つ。ここで畳みかける。うん、ここは打たない。これでワンアウト。さあそしてベンちゃん今日ホームラン1本放ってる。いやー強い打球、強い打球になってきましたベンちゃん。ただ足遅い。ギリギリツーベース。先ほどホームランを放った池田。さあ池田先ほどホームラン、昨日もサヨナラ犠牲フライ。はい、逆方向に打つのがめちゃくちゃうまい。いいバッティングを見せました。そしてプルヒッター持ってるみっちゃんが強振で思いっきり引っ張って打ってこい。一塁タッチセーフ。打ちました。いやこれはちょっとベンちゃん、うおほほほほ、止まる止まる。ちょっと待って、見てこれ、ベンちゃん思いっきり突っ込んでるけど、あ無理だー、止まるけど立ちアウト。あーいやこれベンちゃんネタでしょ。さあここで高橋打つ。ナイスバッティング。ナイスバッティング、ツーベース。さあ7対1まで来た。さあ平井もチャンスで打っていこう。これ、ああこれは抜けない。3アウトチェンジ。前半が終わりまして7対1。さあ7対1、余裕持った状態でハマーがしっかり抑えてくれる。そしてね、上位打線がね塁出るんですよ。ランナーが2塁。さあこれ精密機械出しての新庄の流し打ち、打ってこい。打つ。いいね、これは犠牲フライかな。 OKOK、 十分。新庄ライトへの犠牲フライ、福岡1点入りました。8対1。ここまで。さあここでチャンス上げて和田が打つか。一発オッケー、ナイスバッティング。いやちょっとね、和田が打球速度がだいぶ速くなってますね。さあここで池田も調子上げる。はい、あーこれはいかんか、ちょっと高く上がりすぎ。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。10番まで。さあハマーがねしっかり抑えるし、うちがしっかり打つんですよね。そしてここでしっかりまたこうやって高橋がチャンス広げる。アウトか、惜しい。さあここで平井チャンスでつなげることできるか。これは犠牲フライになるかな。どう、続き掴みました、いける。はい、セーフ。さあここでピンチ迎える。いやもう十分でしょう。ハマー、いやスタミナ F よ。あ、ミスターミスター、これね結構ね内角中心の指示してるんで、まあ多分来ないんですけど、なんか内角攻めとか欲しいですよね。はい、ゲッツ。3アウトチェンジ。いやちょっと待って、このまま行くと完投してしまうんですけど。宇宙間へのフライ掴んで、これで3アウトになります。さあ最終回、最終回のマウンドもハマーがマウンドに立つ。速球は160キロ超えてる。いやもうこれね、スタミナの概念なくなるでしょ。うまくさばいています。一球一振りに甲子園球場が良い。やっぱキャッチャー B って偉大やね。はい、これでツーアウト。福岡全国の頂点まであと一人。さあここで守備を、もう甲子園の春の甲子園は特に思い入れとかそんなないんで、しっかり守備を変えていって経験させます。
さあここは守備を変え、いやちょっと待って、この能力でスタミナ F で116球奪三振7で投げてきた、1回から投げてきたハマー、やっぱりキャッチャー B ってものすごい偉大よね。だってこの9回で164キロ普通に投げてるのハマー。はい、ハマーが1人で投げて甲子園決勝完投で、いや怖いな。いやでも素晴らしいピッチングで春の甲子園も優勝を決めたと。いや素晴らしいゲームでした、ナイスゲーム。はい、というところで、まあ、1点取られただけでハマーが9回をしっかり1人で1年生エース、もう1年生エースですね、まあ、投げ切ったと。で、まあ、バッターでは日高、ベンちゃん、そして池田がホームラン打って9得点、まあ、大勝したというところですね。いや、ハマーが根性丸になったと。やっぱスタミナ F で完投したからかな。いやいや、根性ついてきましたね、ハマーちゃん。素晴らしい。はい、というところで、今回、第10話の方は、春の甲子園やっていったんですけども、まあ、ちょっとね、なかなか苦戦した試合、ちょっと予想外の展開というのはあったんですけども、まあ、なんとか優勝することができました。まあ、特にね、まあ、準決勝の銀座大付属、9回に3点取られて大逆転されると。まあ、9回の裏2点差をね、うちがひっくり返したというところだったんですけども、まあ、うちの勝負強い打撃が光ったんではないでしょうか。はい、チームの総合能力も、まあ、打撃機動力とかなり高いところで、推移してるんで、この調子で頑張っていきたいと思います。次回ですね、新庄剛志が3年生になり、最後の夏を迎えていくというところになります。なお、また次ね、新しい新入生が入ってくるというところで、入学式と夏の県大会を第11話でお送りしていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それではですね、今回、第10話は、春の甲子園優勝したというところで締めさせていただきたいと思います。それではまた次の、入学式でお会いしましょう。発信はマサでした。